創設された、ドイツ軍発の空中機動部隊であり、同年10月8日には早くも任務についていた。総兵力14,500名の大部隊で、そのうち350名がドイツファイツ兵ヒハイムに置かれた、師団本部に所属していた。2011年10月、連邦国防省は、ドイツ連邦軍全体の再編と縮小を発表、その結果創設から10年弱で、 航空機動作戦士団は解体が決定、解体されない部隊はいずれも他の部隊へ転属となるか他の士団に配置転換となった。また、2014年までに士団本部も解散となり、ジークマリンゲンからファイツ兵ヒハイムに移転となった第10機構士団に統合された。近年、先進各国で軍隊を平和利用しようとする圧力が強くなり、 各国は第三世界に軍隊を派遣して平和維持活動などを行うようになった。国連決議や NATO 決議など国際世論が納得する場で軍を派遣するか採決される。それに従うことが国際社会の一員として必要不可欠なものである。また、NATO に加盟している国は NATO が決議したらどのような理由があろうとも軍を派遣する必要があり、 すぐに展開できるように平時より訓練を重ねている。そういった流れを受け、2002年7月1日にドイツ連邦陸軍で編成された部隊がこの航空機動作戦士団であった。ドローは設立後、国連もしくは NATO の後ろ盾の下、数々の作戦で展開されていた。航空機動作戦士団の爆量は、 ファイツヘイヒハイムの師団本部に所属し、ドロー所属部隊は、ドイツ連邦陸軍の様々な部門から配置替えとなって編成されていた。これらの部隊はすべて、ドイツ連邦南部と中央の基地に駐屯している。以下の部隊は、航空機動作戦師団直属、もしくは、霊属部隊である。以下の部隊は、第一航空機動旅団に従属、もしくは従属していた。 下記、編成確定後のドロー部隊構成第一、両兵連隊は、本部中隊、2個警風評中隊、2個機械化風評中隊、1個工、公兵中隊、1個携帯空中隊、1個広報、支援中隊,個隊中隊、1個兵隊中隊、1個教育中隊の10個中隊から、なり、警風評中隊の中には、特殊作戦小隊と呼ばれる部隊が存在した。この小隊には、 特殊部隊、KSK のメンバーが多数所属していた。ありがとうございます。